こんにちは、松原美里です。今日も梅チャンネルお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。はい、梅チャンネルは私松原美里が子どもに関わる大人や社会がより良い世界になったらいいなという思いのもとに、今は保育士さん向けのコミュニケーションを中心として、関わる大人同士がいい関係を築いていけるようなコミュニケーション講座を主催をしております。で、各地でご縁をいただいて、いろんな方とお話をさせていただいたり、講座でご縁をこうつながせていただいているんですけれども、その後なんかこうやっぱりご縁がなかなかないとですね、1年後また同じ講座を受けてくれれば、あ、先生とまた会えましたねなんてことあるんですけれども、そうじゃないとなかなかもうお会いすることもなく、またいい学びをたとえしたとしても、だんだん日常の中で気づきだったり活かせることというのが消えていってしまうのがもったいないなというふうに思っております。そんなわけで、私自身3月からですね、この梅チャンネルという形でつながった多くの方と継続的にやり取りをしていけるように、そして私のやってることの情報発信なんかもしていきたいなと思って、このような配信をしております。ぜひお付き合いください。はい、そして今回テーマですね、相手に伝わる話し方、伝え方というところで、今回は話をするというところに特化をして、いろいろ一緒に考えていけたらいいなと思っております。はい、話し方と伝え方っていうのは実は違うんですよね。昨日私は実は保育者のリーダーさん向けに静岡県の焼津市で編集会をやってきました。で、そこではまさに伝え方ということで、伝える内容の練り方を皆さんと一緒に考えてきました。例えば面白かったのが、そうですね、お散歩に行ってなかなか帰ってこないクラスがあると。で、おそらく時間の構成を見間違えたか、子どもたちが疲れてしまってなかなかその思った通りに時間が進まなくて、時間がお昼の時間に食い込んでしまったりして、で、子どももちょっと辛そうだったというところで、で、リーダーの先生からもうちょっと早く戻ってきたらっていうふうに声をかけた時に、なんかこうすごいムッとした顔をしてしまって、で、言われたくないわっていうような感じで、こうあんまり受け止めてくれなかったっていう話があったんですね。で、そこで、あ、じゃあどういう伝え方ができますかねということで、私がお伝えしている黄金ルールというのがあるんですね。で、それ実際にワークの中で皆さんと一緒に考えてみて、じゃあどうやったら相手が受け取りやすいんだろうか。大事なのは勇気を出すことではなくて、伝える内容を相手が受け取りやすいように組み立て直す、一回棚卸しをして考えることなんですよっていうお話をさせていただいたんですね。で、それは伝え方です。伝え方はいいんですけれども、今日は話をするということです。話をする場面っていうのは結構私たち日常的にたくさんあるんじゃないかなって思うんです。私みたいに今こうやってユーストリームでカメラ越しに1時間お話をするっていう機会はもしかしたらあんまりないかもしれませんけれども、日常的に例えばご家族にお話をする、例えば保育の中で子どもに対して話をする、例えば職場の中で一緒に働いている方にお話をする、例えば一緒に何か組んでいるチームの中でメンバー同士でお話をする、例えば地域の集まりの中で思いを伝えていく、いろんな場面に私たちはね、お話をするっていうことをしていると思いますし、自分以外の人間に何かを伝えるときにはテレパシーっていうのはなかなかないもので、それよりはどちらかというとやはり言葉にして伝えていくということが大切になってきますね。で、一方で伝える話をするっていうのはこちらから発することなんですけれども、相手が聞きにくかったり、っていうふうに言われてしまったり、あとこう何言われたんだかよく分かんなかったなっ
ていうふうになってしまうと、実はどんなにたくさん内容があったとしても伝わるのがこのぐらいになってしまったり、このぐらいになってね、このぐらいでもあればいいですけどね、しまうことがあるんですよね。保育園なんかでもリーダーさんってね、例えば新人さんのこの間研修をやってきたんですけれども、これは新人さん向けにどんな時に保育園に入って戸惑いを感じましたか、ね、戸惑いを感じる部分っていうところでは、子供をまとめていく部分でどうまとめたらいいのか、どんな風に声をかけたらいいのか、どのタイミングで伝えたらいいのかっていうのにとっても迷ってしまいますっていうお話がありました。確かにありますよね。子供たち一人一人が世界を持っていて、考えていることがあって、集中していることがあって、性格も様々ですし、育ってきた環境も様々なので、先生がこうしようと思っているだけでは伝わらない。何かアクションを起こしていかなくては。けれども、それまでやはり学生さんだったり、どちらかというと誰かがいてその後ろについていくというような立ち位置が多かった人、受け身になっていて、例えば先生が言うことを受け止めるということ、受け止めて自分なりに解釈してアクションを起こすということが多かった人にしてみると、なかなかその自分が主になって自分が伝えていくっていうことはハードルが高いことだったりします。まずこうドンと前に出る勇気、そして自分の発言で人を導いていくんだというこの存在感、責任、これがとても重たいというふうに感じるようですね。確かにそうですよね。だって私たち自分の世界で生きていたら、自分で決めて動くことはあっても、誰かを導いていくってやっぱり何かのリーダーだったり人をまとめる役割にならないとなかなかやらないことなので、なった時に人の心をどう掴んでいくのか、どう伝えたり、どう話をしていくとその人は聞いてくれるのかということを考えるんじゃないかなと思います、はい、でまた別の場面では、私日曜日に子ども会連合というところでシニアリーダーさんに向けてのコーチング研修を担当してきました。でそこでは全国で子ども会ってありますよね。きっと皆さんの地域の中にも子ども会っていうつながりがあって、ちっちゃい頃、小学生の頃とか子ども会の何かこうイベントだったりに参加したことってありませんかね。私も実はルモにいた頃、多分小学校1、2年の頃とか、釧路にいた頃、多分小学校3、4年生の頃は、子ども会の何かでやっぱり声をかけてもらって参加したことがあったような気がするんです。で、その時に、やはりその組織を導いていく役割をしていたのが、子どもたちの上にいるジュニアリーダー、さらにその上にいるシニアリーダーという人たちがいて、組織を見守って運営をしていっている。シニアリーダーの上にも運営事務局という方たちがいるんですけれどもね。で、そのシニアリーダーさんに対してのコミュニケーションやコーチングの研修でした。で、そこでコーチングということで相手の思いを引き出すんですよって言ってね、いろんなワークを通じてやり取りをしていたんですけれども、やってみてどうですかって言ってね、感想を聞いた時に、いやー実はーって先生の話し方がすごく興味がありますっていうふうにおっしゃってくださったんですね。で、何ですかって聞いたら、どうやったらそんなふうに分かりやすく伝えられるんですか、自分も人を導いていく立場だけれども、こんなふうに言葉が口から出てくるっていうのはなかなかやっぱりなくて、すごく羨ましいですというふうにお話をもらいました。で、私はお話をするということは実は得意だったわけではないんですよね。で、そこでは私も実は苦手だったんですよって、ただ話をするコツとしてはこのリズムっていうふうにおっしゃってたので、落語を参考にしていますよ。落語家さんのお話を聞きに行くと、何にもないところにこの手で世界観を作り出し、
こうやってこうね、呼んで、どっちかを向いて呼ぶと、今度違う人になって、で、そこで、なんだかなんだかだよっていうふうにやり取りをして、一人で何役も、この空間の中にドラマを作り出すっていうことをされているんですね。それが素晴らしいなと思って、私もそれから学ばせてもらってるんですけれどもね。で、話をするっていうところで言うと、それ以外にも、最近9月に入ってから、まだ9月だったんですね。なんか1ヶ月がとても長くてね、充実しているものですから、1ヶ月以上経ってるような気持ちになっちゃうんですけれども、保育者青年部、日本青年保育所連盟、名前が怪しい。日本保育協会青年部静岡大会でございます。の総司会をやらせていただきました。で、こちらの中で、ほとんどシナリオは事務局の皆さんが一生懸命考えてくださって、私はそれを読むという形だったんですけれども、そこで読んでいる読み方がとても良かったというふうにお声掛けをいただきましてね。それは何なんだろうなっていうふうにいろいろこうお話を聞いている中で、ゆっくりと相手に伝わるように、あるいは相手が聞き取りやすいようにというところお話をしていたと。また声が良かったというふうに言ってくださった方もいました。でも実は私、自分の声が大嫌いだったんですよ、昔。留守番電話に入れてあった自分の声を聞いて、もう本当に耳を塞ぎたくなるぐらい嫌だったんですね。そういったところも、ね、ちょっと後でお話ししてみようかなと思ってるんですけれども、またあとはおそらく抑揚のつけ方だったり、思いの込め方だったりっていうところ、言葉に気持ちを乗せていくっていうところが共感を得たのかなというふうに感じていました。やっぱり人なので、お互いに話す人も聞く人も人なので、同じ言葉を話すにしても、淡々と話すのか、それとも思いを込めて話をしていくのかによって、伝わる内容の膨らみが違うと思うんですよね。というのも、私自身、共感プレゼンテーションという講座に参加をして、2日間の中でいろんな体験をさせてもらって、共感ということのコツがやはり自分でもつかめたことと、自分が感じてその味わいながら話をすると、相手の心も震えるんだっていうことを実際に学ばせてもらったのが大きかったです。で、そこもちょっと時系列で私のこれまでを振り返りながら、読み解きながらお話をしてみようかと思います。で、そうですね、インストラクションというのも実は大事で、例えばレジでこうやり取りをしているお姉さんが、ただ何も言わずに「うん」って物を受け取って、ピッてやって、いくらですっていうふうにお金をこう言うのと、あ、いらっしゃいませって、商品こちらになりますって、よろしいでしょうかって言って、ではカゴをこちらに移動されて、こちら側からお取りください、ではおいくらおいくらになります、お釣りはこちらになります、あちらのレジを、あちらの場所を使ってお片付けなさってくださいとかね、そんなふうに一言かけてくれるだけでも自分の気持ちって違うんですよね。というのも、これは私が実際に講師の活動を始めて気がついたことでした。なので、自分を言ってるつもりでも相手にとっては伝わってないことっていうのがたくさんあるんですね。その辺を今回は、相手に伝わる話し方っていう文脈のもとに、5つの切り口でお話をしてみようと思っています。1つ目は、聞き取りやすい音、発音。2つ目は、思いを込めて話す。3つ目は、相手に伝わるインストラクション。4つ目は、聞き取りやすいリズム感。5つ目は、相手に合わせて話をする。この5つの切り口からお話ししてみますね。で、まずですね、聞き取りやすい話し方の発音というところでは、実は私、かつて、噛み合わせが反対だったんですね。今、こういうふうに上の歯が
上に来てますけれども、小学校2年生ぐらいまでは下の歯が上で、こういう感じですね。で、これが普通の状態でお話をしたりご飯を食べたりしていましたので、反対交互っていうんですね、これの。なのでおそらくその関係もあってうまく話ができなかった。で、言葉の教室というちょっと特別なところに週に何回か通って、当時はその発音が悪いというのが何か精神的に要因があるんじゃないかというふうにおそらく思われたんだと思いますね。で、何をしてたかというと、言葉の練習ではなくて、なんか箱庭療法のように遊んでいたんですね。で、私は特にそこで良くなった覚えはないんですけれども、私は話し方がちょっと変なんだなという認識を持っていました。なので自分の中で話をするのがすごく億劫で抵抗があって、で、特にガギグゲゴ、ザジズデソ、ダジズデト、ギャギギュゲギョとかっていうその擬音、濁音、あとこうちょっと言いにくいくっついた音が言えなかった。で、ごじょごじょごじょって言っちゃうので聞き取りにくいんですね。それが嫌で早口言葉になってしまった。私なんだかんだかでしたいんだもん。で、ごまかすことによって言えない言葉があっても人に気づかれないようにしようと思っていたので、なので多分自分がうまく伝えられないイライラを人にぶつけてしまっていたり、うまくコミュニケーション取れないっていう感じがありましたね。で、だからこそ、ちょっと中学校高校ぐらいになった時ですかね、発音っていうことを意識をするようになりました。で、講師の仕事をする手前、児童養護のお仕事、保育のお仕事をするようになって、話をする、子供に話をするっていうことが増えてきた時に、私のこの言葉のゴニョゴニョっとしてるの、聞き取りにくいの、内気な感じに見せかけて気が弱い、自信がないっていうその感じがやっぱり良くないなって、改善したい、しないといけないなっていうふうに思いまして、早口言葉のサイトでね、なんかこうちょっと練習をしたり、ちょっとこう当時多分留守番電話でやっぱり自分の声を聞いて嫌だなと思ったりしたっていうのが、そういう客観的に聞く練習をちょっとしていたんですよね。で、結果的に発音に関して私がすごく意識的になったのは、コーチングの仲間がフジテレビの教育係をしてましてね、アナウンサーが実際に後輩さんに教えるトレーニング、アナウンサートレーニング、アナトレという研修の、パイロット版を作るんだけれども、参加しませんかということでお声掛けをいただいたんですね。で、そこでアナウンサーさんが実際にやってる発音の練習のそういう冊子みたいなものを印刷していただいたんですよね。で、実際にアナウンサーさんでさえも毎日自分のそういう出番の前に朝滑舌の練習をしてから来ると。で、その上で1分間、例えばちょっとこう番組と番組の間をつないでくださいねって言われた時に、その1分であるテーマについてだいたい1分で話をする。例えば天気のことであれば、今日は秋の空ですね。秋といえばサンマの季節ですが、今年のサンマ皆さん食べられましたか？どうですか？私は実はまだスーパーに行って今年のサンマを見かけたことがないんです。どうやら今年はちょっと量が不作のようで不良のようでって、今年のね、サンマと出会えるのはまだもうちょっと先になるかもしれません。それまでは、ね、今スーパーに出ている美味しい魚でね、サンマを食べながら秋を楽しむというのもいいかもしれませんね、とかいうふうに、なんか1分間でネタをつなぐ、なんかそんなようなことを練習をする中で、やっぱりそのカメラの向こう側にいる人に受け取りやすいように伝えるということで、実際カメラをつけてそれを撮影してもらって、で、痛いんですけど自分でそれを見せてもらうと、滑舌の悪さ、うつむいてしまう感じ、聞き取れない感じとかっていうのを痛って、で、こう実際見て、じゃあこれ自分の課題なんだなっていうことで、その後も心がけて練習をするっていうことをやったのが、私の多分滑舌っていうところに対して最もアンテナが立ったところですね。で、今も実はこの司会のお仕事の前ですとか、研修講師をやる前には朝必ず早口言葉一覧っていうのを初級、中級、上級全部読んでいきます。やっぱり
さって口がもったりしてるんですね。なのでその口のもったり感を開けて、その奥歯の方までしっかり発音がいけるような感じでね、スタンバイをするには、プロでもやってるんだから素人がやらなくてどうするっていうふうに思ってですね、最近は出先でも研修先でも出張先でもやるようにしています。滑舌や聞き取りにくいってところ気になっている方はぜひやってみてください。はい、そして思いを込めて話すというところ、はい、これは私保育園児童養護を務めて、その後コーチングの勉強をしている時代にね、なかなかコーチングだけでは食っていけませんでした。でその当時にあるコーチングの仲間から、ある会社の人事採用のスピーカーというお仕事やってみませんかというふうに言われたんです。スピーカーって何かっていうと、当時だいたい6月頃からこう企業の採用のイベントが打たれるんですね。企業が採用を開始すると、学生さんがそのブースにたくさんやってきて、で1番から100番とかたくさん企業が出てくるんですけども、そこに何々会社、何々社、何々っていうふうにいて、各ブースに採用の担当者がいます。でそれぞれが来た学生に、うちの会社こんなにいい会社なんですよって、ぜひいいと思ったら会社のね本社にある本説明会に来ませんかっていうことで、本説明会に促すためのきっかけ作りをする話し手がスピーカーでした。でこれを私はそこのある会社の委託を受けて、会社の社員としてお話をしてました。はい、ですので正直その業界のことを当時は全く知らなかったんですよ。で全く知らなくて、さもそのことを知ってるかのように喋るというこの浅さが多分学生さんに伝わってしまったのか、あんまり私がお話をしても、まあ、それは多分、ね、学生さんも伝わってしまうんだと思うんですけれども、ふーん、あ、わかりました、いいっす、別に自分他のところ見たいんで、ここにわざわざ行くこと考えてないんでっていう感じで、あっさりスルーされることがすごく多かったんですけれども、私と同じ時期に一緒に雇われたもう一人の彼女は、もともと何て言うんですかね、個人事業主みたいな形で会社に属しながらも独立精神満々でお仕事をしていた方だったので、しかもすごく人間味がある方でした。で、あなたのためにねって、何、どこの会社に来てどんな人生を送りたいのって言いながら、すごく親身にお話を聞いて、だったらねって、この会社にあなたにとっていいところがあるよって言って、ぐっと心つかんで、ものすごいこうね、人をどんどん本説明会に送り出すわけですよね。でそういうのを見ていて、すごいなって、彼女はすごいな、で私は一体何なんだと、なんでこんなに人がついてきてくれないのかと悩んだわけですね。でアルバイトとはいえ、やっぱりお仕事なので、せっかくやるからには成果を出したいと思いました。そこで共感プレゼンテーションという、プレゼンテーション系のお話をする研修をいっぱい調べて、でそこの中で私が選んだのは、ただ話をする技術じゃなくて、心が伝わる、心が通うコミュニケーションというのを研修でやっていた共感プレゼンテーションっていうところ、ね、そこに申し込みをして、で実際に2日間の研修の中で、まあ、何人か8人一緒に受けるグループでね、あったんですけれども、8人の前で何度も話をするんですよ。自己紹介、あるいは自分が人生の中で心が動いた瞬間、自分にとっての宝物とか、いっぱい話をするんですけれども、つどつど全員からフィードバックがあるんです。こんな感じがした、こういうところが良かった、さらにこうしたらいいんじゃないか、こんな印象を受けたっていうふうに言われると、自分が話したこととそのイメージの違い、相手とのそのギャップに気がつくわけですね。ガーンっていうことが何度もあり、でじゃあ自分では楽しそうに話してるつもりでも目が笑ってないよとかね、じゃあ笑顔ってどういうことなのとか、あるいは内容っていうのも大事だけれども、内容
伝えるためには表現力も大事だよ。表現力はどうやってつける？とかいう形でいろいろやっていく。で、結果的にコンテンツ、内容のその文章力だったりとかってところももちろん大事ですし、表現力ってのも大事なんですけども、一番大事なのがその人がどれだけ心の中でそれを感じながら味わいながらその気持ちを表現しているか。その人の心が震えている時に伝わった人、それを伝えた相手の心も震えるんだよっていうのを実際私も実感させていただいたんですね。で、そこで、ああそうなんだって、私に足りなかったのはこれなんだなって思いました。私はおそらく自分の内側を見せるということがとっても怖かったんですよね。だから自分を開くのが怖いから、自分と相手の間に伝わらなくてもいいような壁を作ってしまっていた。この壁が相手の心を動かすことができない壁だったんだと思います。それに気がついて自分の内側に降りていくということをとことんとことん自分でも練習をしました。である時ちょっと気絶しそうになったりとかね、なんだろう、自分にとって本当に大事なことって何なんだろうって突き詰めて考えたり、表現の仕方を見つめ直したりする中で何度もいい経験をさせていただいて、その共感プレゼンテーションは実は私卒業した後に実際現場に戻って、採用の現場で何回も試行錯誤する中でものすごい成果を上げることができたんですよ。それまで本説明会に50人来てくれても2人か3人行くか行かないかだったのが27、8人とか30人とか申し込んでくれるようになって、でものすごい成果が上がったことによって私も感覚をつかんできました。で、恩返しがしたいなというふうに思うようになりました。で、今度は卒業生としてだけではなくて、何かできることありませんかということで実際にインストラクターをやらせてもらうようになり、インストラクターとしてデビューするために何度もしごいていただきました、ね、訓練特訓つけていただいたんですね。本当に手厚かったなっていうふうに思います。何度もその講師の、例えば企業に行ってやっている研修だったので、ある企業に同行させていただいて、たくさんの人の変化を見せていただく、でそこにどう関わっていくのかっていうのを私も見せていただきながら、自分ならどう言うのかとか、あとそのシナリオがやはりあるんですよ。ここでどういうふうに変化を起こしたいから、どういう言葉をつけていく、どう話をしてそこで変化を引き起こしていく、その一語一句を落とし込むという体験ですね。それもさせていただく中で、あ、こういうことなんだって、すごく自分の中で心が伝わる、相手と腹が通うといいますかね、その伝え方の腑に落ちるという体験をさせてもらいました。で、それはもう私が施設長を受けさせてもらう時点で、ちょっともうこれ以上はできないんですっていうことで、お断りをさせていただいた経緯があるんですけれども、卒業ですかね。その経験が今もずっと生きていて、私が自分の講座の中で話をするときも、やっぱりエピソードがとっても受けるのは、エピソードの中に自分の思いを取りに戻って、当時の私の後悔やすごく痛かった学びや課題っていうところを自分が連れ戻してきて、そこで皆さんと分かち合う中で一番伝えたい要素をお届けしていくっていうところ、私の体験の中に皆さんが自分のこれまでを投影してみてください。ああ分かるなって、こういうことあるよねっていうのを見てくださって、そっか、だとしたら自分はどうしようかなというふうに自分の世界に入ってくださるきっかけとなることができたんですね。なのでやっぱり思いを込めて話すということが大事だなとしみじみ感じています。で、多分皆さんも様々な場面の中で誰かに思いを伝える場面ってありますよね。子供に思いを伝える場面、例えば子供に伝えるんだとしたら、
ね、危ない場面があるんですよ。ヒヤリハットの場面があって、そこで危ないって声かけて止める。でそこで思わずこう気持ちからそれをしたら怪我するよって言ってね、止めるっていうのも大事ですし、あるいはびっくりさせないようにしながらも淡々と伝えるっていうことも大事なんですけれども、私がこういう時に大事にしているのは、先生はね、本当に何々ちゃんがお怪我するかと思って本当に心配だったんだよって、大好きな何々ちゃんが飛び出してお怪我して痛いよってなっちゃうのを見るのは本当に悲しいから、そうなってほしくないから、だから飛び出さないねって、飛び出すのをやめて一回止まってねってお話ししてるんだよって、お話聞いてくれるって、そんな風にお話をすると割と聞いてくれることが多いですね。でここでその大人ぶって話をしたり出し惜しみをしたりっていう風にすると、割ともったいなくて、はーいってふわって子供は逃げちゃいますね。やっぱりちょっと子供でも聞きたくないってありますからね。聞きたくないお話を聞かされるのか、それとも本当に自分のことを思って言ってくれてるのかっていうのは子供もすごく感じるので、子供のためって思ってるなら、あなたが心の奥で思ってる子供への思いを話されたらいいと思いますね。で、3番目の相手に伝わるインストラクション、はい、相手に伝わるインストラクションというところで思い浮かぶのは、そうですね、保育の中で言うと日々の日常の流れを子供にお話をするときあるんじゃないかなって思います。例えば朝の会の中で、今日は朝の会の後少し離れたどこどこ公園に行って、でそこで秋だからね、いろんな葉っぱ集めようねとか、もしかしたらそこにはなんかね、コオロギとかいるかもしれないよねとか、でまだそこにはちょっとまだお水冷たいけども、あ、お水も流れてくるかもしれないしとか、なんかそんなのをイメージを膨らませて、で楽しみだねって、じゃあまずね、そのためにもおやつの食器を片付けて、でその後靴下履いて、どこどこへ集合して散歩に行こうねとか、そんな風に話をする流れがあるんですよね。この流れもその人の頭の中にあるものを相手に伝わるように分かち合っていくっていうことができると、子供もそれがイメージができるので、ああなるほどなるほどって思って、ああはーいっていう風に思って自分なりに行動を取り始めるんですよね。でもこうどうしてもなかなか慣れない中でリーダーをして子供に今日の流れを話すっていう場面になると、なんか、あ、話しなきゃ、今日は何々公園に行きますって、ね、で、まず靴下履いて、それで何々をして、だから、ちょっとまだ話聞いて、まだ座っててとかいう感じでですね、目の前の子供のことよりも自分のことを伝えるのでいっぱいになってしまって、子供からもお留守になっちゃいますし、自分のイメージしている世界を伝えるところにも断ち切れないっていう、こうどちつかずな状態になってしまうことがあるんじゃないかなって思うんです。で、この時にやっぱり大事なのがインストラクション、流れを伝えていく、自分が伝えているのを客観的に相手が受け取りやすいようにするというところなんですね。で、私自身がインストラクションを意識をするようになったきっかけっていうのは、それこそ講師の活動を始めて、で実際自分のプログラムを作ってみようって思った時に、まず何から構成を組んでいいかわからなかったんですね。で、師匠の本間直人さんという方がいらっしゃいまして、その方にアシスタントという形で一緒に同行させてもらって、各地で研修を見せてもらいました。で、その時にインストラクションって大事なんだよねっていう話をされていて、どうやったらインストラクションって身につくんですかって聞いたら、じゃあ自分が話してる講演を聞き起こししてごらんっていうふうに言われたんですよ。聞いて文章に起こすんですけれども、普通に話してる内容をパソコンで打ち込むのも結構偉い作業なんですね。
文字起こし、テープ起こしって50分間で3万円とかかかるような、そういうような、ね、作業だったり確かするんですけれども、実は師匠を落語研究会出身で、私が落語を見に行くようになったのは師匠の影響なんですけれどもね。で、いろんな心理学とかを学んでいるので、意識的にその結構早いペースでたくさんの情報を最初に参加者にこう伝えていく、打ち込んでいく。で、その中で自分がヒントを受けたもの、ピンときたものにアンテナを立てて過ごせるような仕組みを最初に作ってるんですよ。なので3倍文章量があります、文字量があります。で、それを全部書き起こしていくときにすごいクラクラしながら書いていたんですけども、意外とまずこれをします、で次にこれをします、これをします、でこうなります、でちなみにこれっていうのはこういうことで、これこれこういうことで、でちなみに次のこれっていうのはっていうふうに、一個一個のことの順序立てたことと、あと聞いた人が、え、それなーにって思うその思考回路に合わせて、これっていうのはねって、そのタイミングでちょうど内容の詳細を話すってことを入れてくれるんですよ。つまり自分たちが参加者だったら、自分が聞き手だったら、この話を聞いて何それとか、へーとか、いろんな反応をしますよね。反応を踏まえた上で話をしていくんです。で、そのためには聞き起こして構成を見るってことと、私がとても有効だったのは、自分が話をした内容を客観的に IC レコーダーで聞いてみて、自分ツッコミ入れるっていうとこでした。ああ、その当時そうですね、動画を撮ってよくアップをしている時期だったんですけれども、まず自分が照れくさく話しているのを客観的に見てね、何これつまんない、恥ずかしそうに話してるのほど恥ずかしいもんないなって思ったんですよね。で、一方で支離滅裂になっているとか、もごもごしているとか、あと独りよがりで話をしているけれども聞いてる人が不在になってしまってる、でとか、だからとか、何が言いたいの結局っていうふうに、結構その客観的に自分の動画や音声を聞いてるとセルフツッコミを入れるポイントがいっぱいあったんです。このセルフツッコミを、何だろう、本当はこれどうやって入れたらよかったんだろうっていうふうに遂行していく中で、ああ、人の思考回路ってこうなってんのかっていうふうに思ってですね、そこから例えばじゃあ私だったら、おはようございますって、本日研修を担当します松原美里ですって言った時点で、あ、そうなんだ、今日の講師どんな人なんだろうって私なら多分思う。なので、この研修をするのにふさわしい人かどうか、どんな経緯を持ってんのか、何を伝えてくれるのかっていうのを自己紹介に織り交ぜて物語を話すようにしています。その上で、へえ、分かりましたと、で結局今日何やんのよっていうふうに私なら思うので、で今日の流れはこうなってます、 1,2,3,4,5,6 と並べます。で、並べた上で、でへえそうなんだ、で何をやるわけで多分思うので、一個一個に、ちなみにこれはねって、現場の中でこういうことありませんか、で事前のアンケートの中でもこんな声出てましたが、これはここで織り交ぜていきますよ、なんていうふうに最初に一個一個の内容と自分の心とが関連つくように私は組み立てて話をしてます、はい、でそのためにも事前にアンケートを取って自分元になる仕組みを作って、インストラクション、流れに組み込むようにしているっていうのが、これ裏側ですね、はい、なので相手に伝わるインストラクション、流れの組み方っていうところで言うと、あなたがお話をする相手は誰ですか、子供ですか、それとも取引先のお相手ですか、それとも旦那さんですか、奥さんですか、初めて会う人ですか、それとも生徒さんですか、その人たちはあなたのお話を聞いた時にどういうふうに感じるんでしょうか、早口だな、もっとゆっくり話せよ、でもし思うのであれば少しゆっくりに話した方がいいでしょうね、あるいはこういいけれども、なんかもっと詳しく聞きたいなっていうふうに自分が客観的に聞いて
IC レコーダーとか今携帯にもついてますので、音声録音ぜひ使ってみたらいいと思うんですけれども、その部分を自分でツッコミ入れて、このツッコミ入れる部分って例えば詳しい内容はよくわからないとか、あと独り善がりな感じがするとか、あとこう構成が支離滅裂になるとかね、癖ってあるんですよ。この癖は割と他の場面でも出てる可能性が高いです。なので、あってことは私は今この生徒に話そうとしてるけれども、この生徒の視点で言うとこの言葉難しいだろうな、じゃあ噛み砕いて話してみよう、咀嚼っていう言葉はねちょっと難しいよね、聞いたことないよね。咀嚼っていうのは噛むっていうこと、ね、例えばちょっと噛みにくいものがあってもぐ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 として、で全部な噛み終わって飲み込む、それはこう飲食の飲飲むっていうところ、嚥下になるんだけれども、噛むことを咀嚼っていうふうに言います、ね、で咀嚼っていう言葉は他にも使い方がありますよって、例えば物事や言われた内容を噛み砕いて把握するときにも内容を咀嚼するっていう言い方をしますよというふうに、その相手の反応を見ながらインストラクションって組み立てていくといいんですね。でそのためにおすすめなのは客観性なんですけども、事前に自分の話す内容の癖を捉えておきましょうっていう話は今しましたが、もう一つ相手の反応を見るといいですよ。だいたい相手の反応を見ると、子供かもしれませんし、取引先であれ対大人であれ対これを見てくださってる人の層が旦那さんであれ奥様であれ、はい、おそらくうんうんってうなずいて聞いてる時と、あとはあっていう顔してる時と、下向いて考え込む時と、うーんってちょっとこう上を向いてる時と、うーんってなっちゃう時ってあると思うんですよ。こういう時にこの表情を読み解いて、ってなった時には、もしかしたらその言葉、こうなる直前の言葉に何かわからないところや疑問があったかもしれないので、そこをあ、これっていうのはこういうことなんだよって入れていったり、あとこうちょっと遠いところを見てる時はもしかしたら自分の世界に入ってる時かもしれないので、今何か考えましたねとか、よかったら聞かせてもらえますかとか言いながら、そこであ、いや今の話聞いてて実は以前こんなことがあってねってお話聞かせてくれるかもしれないので、そんな風に相手の反応を見ながら伝えて、相手のアクションを引き出していくっていう風にされると、割と伝わりやすくなりますし、双方向にやり取りがしやすくなりますよっていうところですね。はい、で4番目、聞き取りやすいリズム感。はい、人が話をするときは何気なくリズム感というのがあるんですよ。例えばピッピッピッポーン、7時50分になりました、ピッピッピッポーン、これもリズムですよね。で一方で、今朝のニュースをお伝えいたします。何々会議がどこどこで行われました。今回の会議の中では、何だか何だかというのが趣旨となってきます。みたいな感じで、アナウンサーさんが読んでくださるのも、ちょっとこう、前のめりに、そしてこう、とつとつとその事実を伝えていくような、その雰囲気を伝えていくっていう意味でも大事なリズムだったりすると思うんですね。で一方で、私は大事にしているのは、リズムはリズムでも相手が聞き取りやすいリズム、私自身が早口になってしまう傾向があるのを分かっているので、なのでまあそれは昔からの傾向もありますし、 IC レコーダーで実際に撮って聞いてみた時に結構早口で聞き取りにくいっていう言葉が多かったんです。なので、あ、これはちょっと聞いててつらいなーって、そこをどうやって改善したらいいんだろうかっていうところで、
師匠が言っていた落語ですね。落語家の話術に学ぶといいよ。リズム感がすごくあっていいよ。で、やっぱり表現の仕方がいいよって教わったので、末広亭、新宿の末広亭に行ったり、横浜のにぎわい座に行ってみたり、浅草の、出てこないけれども、ね、落語のところ見に行ったりして、でいろんな落語家さんの話を聞いていくと面白いのが、だいたいその午前の部、午後の部ってあって、午前が何時だったかな、午後の会が確か4時半から7時半とかで、午前の部は11時半から10時半から2時半とか、なんかそんな感じであるんですけれども、一番最初に出てくる人もう上手いんですよ。お話はお話は上手いですし、ははって思わず笑ってしまうような持ってき方をやっぱりしてくれるので、話術ってすごいねって思うんですけれども、面白いのは順番に上手くなっていくんですよ。っていうのは、上手い人が登場する仕組みになってるんです。つまり前座と呼ばれる方、前座の方よりも次にこう一つ目って言われる方、二つ目って言われる方、どんどんこのやっぱり出世された方たちがどんどん登場する仕組みになっているので、話術といい、表現力といい、リズム感といい、本当に職人なんですよ。で、私が中でも一番感動したのは、今ご病気でね、入退院を1ヶ月に一度繰り返されているという歌丸さんなんですよ。歌丸さんってね、笑点によく出てますでしょ。桂歌丸さんですね。で、笑点の中では私あんまり歌丸さんファンではなかったんです。ああ、なんだろう、おでこの広いおちゃんだなって思ってました。けれども、その初めて見に行った新宿末広亭の落語のゴールデンウィークだったので、ちょうどトリを飾っていたのが歌丸さんだったんですね。その時に確か女性の役と男性の役を演じ分けながら、最後にニヒルな笑いでオチを作って、ドッと会場を沸かせて幕を下ろすっていう場面があったんですけれども、その時の女性の役の色っぽいこと、あらお兄さんどうなさったのみたいな感じでですね、おっちゃんがですよ、びっくりするぐらいセクシー、何私目の錯覚って思うぐらいセクシーなんですよ。で、一方でてやんでいな感じになると、またそれはそれでロスが効いていて、一気に演じ分ける。これも、やっぱりその心をつかむリズム感があって、かつそこの表現力は生きるんですね。で、やっぱその話術のリズム感っていうところが、私はとても聞いてて心地よくて、弾きながら、膝を打ちながら、おって言ってこうね、でだんだん気分良くなってくるので、ビール片手で飲みながら、おっつってこう盛り上がるわけなんですけれども、そういうのも、すごく楽しくって、で実は去年でしたかね、大阪で仕事があった時に、大阪の名前忘れちゃったんですけどもね、やっぱり落語を見に行かせてもらいました。上方落語ですね、はい、でその時はその時で、江戸の落語と上方の落語の違いというのは、なんと関西の方が言葉が色っぽかったんですよ。上方落語のちょっとこう洒落が効いているけれども上品な笑いを持っていく感じ、ちょっと京都というか、なんかやっぱり西の方のおつな感じがまたね、東京とはまた違う風情で、関西弁ってセクシーなんだなというふうに思いましたけれども、どちらも共通するのが心をつかんでいくリズム感でしたね。で、面白いもので、聞くとリズムが自分の体の中に入るので、落語を聞けば聞くほど私の中では、講座の中で話しているリズム感が気持ちよかったですっていう感想が増えるんです。なので、もしも聞き取りやすいリズム、話が上手くなりたいって思った方は、落語を聞きに行ってみてください。本当に私はおすすめします。はい。で、5番目、相手に合わせて話をするというところなんですが、話をしていると思わず自分のペースで話をして、ね、熱くなって語ってしまったりとか、もちろん熱く語るのはいいことなんですよ。共感を誘うので、それはすごくいいことなんですけれども、目の前の人を
置き去りにしてしまうことはありませんかっていうところなんです。もう熱く盛り上がりすぎてポカーンってしてしまう人、自分のこと見てないなっていうふうに相手が感じると、今晩のおかず何にしようかしらとか言っていなくなっちゃうんです。その目の前にいる人の心が自分から離れてしまったら、どんなに熱く語っていても自分の世界を語ってるだけで、そこから何も生み出せないんですよ。これがすごく残念です。で、私は実は講師として実際に依頼をいただいて、自分が何かやらせていただけませんかってお声をかけて、じゃあお願いしようかなって言っていただいた第1回目の一発目のチャレンジが、川崎市の幼稚園協会の保護者会主催の講演会で、1回目350人、2回目150人といういずれにせよ大人数でのね、講演の壇上でお話をするという機会だったんです。もう明らかにその会の主催の方は私にチャンスをくださったんですね。私も本当にどこから始めていいかわからなくって、片っ端からどうしたらいいですかって電話かけてね、なんかできませんかって言って講師登録片っ端からしましたので、まあかわいそうな子がいるなって思ってくださったんだと思うんですけれどもね。そういう中で自分なりに、当時はそうですね、幼稚園は遊園地っていう切り口で、幼稚園のその魅力だったり、そこにコミュニケーションのエッセンスを織り交ぜてお話をしていったと思うんですね。なんですけれども、もう緊張しすぎて全くこう客席の表情を読み取るどころじゃありませんでした。まず段の上に立ちます、マイクがあります、視線が集中します、キャーって感じですね。ドキドキしちゃって、はじめまして、カッチンコッチンです。もう今見れないですね、そういう自分の痛い場面は。動画がなくてよかったって思うぐらいなんですけれどもね。でその頃は本当に自分が組んできたプログラムをパワーポイント紹介しながら順番に話をしていくので精一杯でしたし、インストラクションなんていうのも頭では分かっていてもできませんでしたね。で、一番私が落ち度があったな、今思うとこれが最悪だなっていうふうに思うのは、観客を置き去りにしていたことです。内容は磨いたけれども、インストラクションを組もうとはしたけれども、いいこと伝えようとはしたけれども、参加者の反応に耳を傾ける、目を向ける余裕がなかったんです。本当にお恥ずかしい、恥ずかしすぎてもう穴があったら入りたいですよ。だから正直言って、多分1時間半の公演の中で20分ぐらいで場がしらけてました。ああもう早く帰りたいなっていう感じに今思うとなってました。面白いですよね、8年も前のことなのに今思うとその時の空気感が思い出されるっていうのがね。で、やっぱりそういう中で結果も最悪なんですよ。終わった後もなんか呼んでくれた人がね、ご飯をごちそうしてくれたりしたんですけれども、なんか触れられないんですよ、内容に。お疲れ様でしたぐらいしか言えない。でもほぼ講師は放置で、自分たちのやっぱり教会の課題について語り合う場になっていて、あ、もう帰っていいですからみたいな感じなんですね。頑張ってくださいね、大変ですね、そんな感じです。ああそうかと思って、私の本当にこれは力量不足だなっていうふうに思いました。で、何回もそれをね、やっぱりやっていく中で自分では分かってるんですよ。一番やらなきゃいけない相手に合わせていく、相手を見ていく矢印がどっちを向いていたのかっていうお話で、これは共感プレゼンテーションの時に私が散々学んだこと、自分の中に刻んだ学びだったはずなんですよ。というのは、緊張するとき心の矢印はどっちに向いてますか？お客さんですか、それとも自分ですか？緊張してるんですから自分ですよね。これが
お客さんを置き去りにしている状態なんです。で、私はこの講演会の間ずっと緊張していたので、相手を見たい、見たいって思いながらも見れずにいました。なので、相手を見るということ、相手の状態に合わせて話をしていくということ、まずは場に自分が合わせていく。ちょっと場が固い雰囲気だったら、おはようございますってまず言葉を投げて、緊張されている方も多いようなので、まずはちょっと肩回してみましょうかとか、大きな声を出してみましょうかなんて言ってね、最近だと、おはようございますって言って、聞こえませんねとか言いながらね、こうやってこうどんどんやり取りをして場を柔らかくしていく。で、じゃあ場がほぐれたところで本日の本題入っていきましょうかなんて言ってお話ができるんですけども、これは矢印を自分に向けないって決めたんです。必ず相手に向けて相手に合わせて話をしていく。なぜなら主役はお客さんだからということを自分に決めたので、そこから呼吸を合わせる、場に合わせる、一緒に場を作る、お客さんの表情に合わせて話を変えていく。一応組んできたプログラムがあっても蓋開けてみると実はボリュームゾーンそこじゃなかったってことあるんですよ。ああ、子供のことはそんなに興味がないのかなと思ってちょっとこう割愛して違う内容を膨らませてきたら、実は子供とのやり取りで葛藤していたっていう事例もあるんですよね。葛藤しすぎて事前の聞き取りの中では出てこなかったっていう事例もあるので、じゃあそういう場合は場に合わせて、今皆さんの反応が良かったのが、前のめりになったのが子供とのやり取りの部分でしたね。じゃあ、予定ではここはさらっと行こうと思っていたんですけども、ここを少し長く丁寧に扱っていくようにしましょうねってお話をすると、あ、そうかってちょっと前のめりになってお話を聞いてくださるっていう場面があります。ですので私のおすすめとしては、相手の反応を見ながら相手に合わせてお話をしていく。これは部下にお話をするときもです。部下がつまんなそうな顔をし始めたら、なんか今つまんなくなっちゃったって、何が嫌だったって、おこごと言われたなって思っちゃったとか言ってね、 でも大事なことあるからねって言って、じゃあ簡単に言うよ、私が一番伝えたかったのは、あなたが頑張ってるっていうその気持ちを分かってくれる人が増えるように、タメ語をやめて相手を尊重するように、で信頼関係を築けるようにした方がいいよっていうことなんだよって、あなたのためにっていうふうに私は思ってるんだよなんていうふうに言い方を変えていくことも必要かもしれないです。相手の反応を見ながらですけどね、はい、というわけで今日は相手に伝わる話し方、伝え方ではなくてあえて話し方というところに特化をして、聞き取りやすい音や発音というところ、そして2番目の思いを込めて話をするというところ、そして3番目の相手に伝わるインストラクション、この組み立て方だったり誘導の仕方だったりとかっていうところですね。そして4番目に聞き取りやすいリズム感、言葉の流れだったりノリだったりっていうふうな言い方もしますね。そして5番目に相手に合わせて反応を見ながら話をしていくというところをお伝えしました。何か一つでもいいので、皆さんの日常の中で意識をしてみて取り入れてもらえることがあればいいなって思います、はい、では今日もお付き合いどうもありがとうございました。こんなこと役立ったよとか、これは一体どういうことなんだろう、やってみたらこれうまくいかなかった、何かあればぜひ動画にコメントください。ユーストリームでもいいですし、後日アップします YouTube でも結構です。コメントお待ちしてます。ありがとうございました。